今日天気がこれからだんだんに悪くなってくるということでありますが、まあ、外を見るとそんな雰囲気もないんですけども、午後から雨が降ると、あ、雪が降るということのようであります。市役所も関係する皆さんには連絡をして備えをするようにということでやっておりますが、まあ、あまり極端な天候の変更ならないように、期待をしたいと思います。まあ、今朝7時半から、定例の神田森林組合の、管理職会議がありまして、でそちらの方でさまざまな報告を受けたんですが、ペレットがもう大変今逼迫をしているという状況であります。で昨年が3800から900トン、4000トン近く生産をしたんですが、今年はもうそれでも足りないということで、今の状況でいくと4500トンぐらいまで生産をしなければいけないと。で今在庫量も400トンぐらいしかないということで、やはり CO2 削減とかですね、そうした流れの中では木質バイマス、また再生可能エネルギーへのシフトというのは、まあ、着実に進んでいるというふうに思います。で、まあ、神田森林組合のペレット工場にもペレットストーブの、まあ、ショールームを作ったんですが、たくさんの皆さんが見に来てその場で購入をしていくというような方もいらっしゃったりして、これからペレットの製造ラインというのをしっかりと増やしていかなければ、時代の要求に追いつけないというところまで来ております。で、まあ、神田森林組合の理事会総代会の中でも、ラインの増設ということで決めましたので、数年後には1ライン増設をして盤石の体制を取りたいということでやっておりますが、まあ、財の確保とか、また財を置く場所の確保、それから安定生産、まあ、そうしたことがこれから時代の要求としてしっかりとまた息づいてくるのかという期待をしております。それから今月末でありますが、1月31日の日に初めて長野県知事の方に徳佐ダムの建設についての要望活動に行ってまいります。まあ、今までは長野県、また知事の方にということでできなかったんですが、いよいよ、まあ、初めて、規制同盟会の政府、それから関係する皆さんと、安倍知事のところに行ってくるということ、それから来月の2月の6日、7日、これも地方調整局の局長ほかのところに、徳佐の建設についての要望、そして7日の日には、霞が関の本省に行って、水局の局長、また大臣とか副大臣、そうした皆さんへの要望、国会議員への要望、財務省への要望ということで、今までも何年もやってきたんですが、いよいよまた新たな局面に入った要望活動が始まってくるということであります。まあ、天気、天候、気候がこれほど激甚化する、また頻発化するということ、これが今後さらにまたその頻度が上がってまいりますので、やはりダムによっての調整、洪水調整と、それから利水関係、そうしたものをしっかりとすることが、稲だけではなくて、飯田市のような下流域の皆さんにとっても、まあ、渇望の建設に向かっていくだろうというふうに考えております。まあ、今日の私の話の中にはそうしたものはないので、冒頭についてお話をさせてもらいましたが、今までやってきたことが着実にこれからも進んでいくということをやってまいりたいと思っております。それらのテーマに沿ってお話をさせていただきたいと思います。最初に信州大学農学部の北側に今建設をしております、伊那市産学官連携拠点施設の、
についてお話をします。この拠点施設については、イダナニシーズ、イナダニの、まあ、種あるいは見るイナダニシーズというそうした愛称で、決まりました。でこの施設については今年の4月に、開設になりまして、で、まあ、この稲の資源を活用した農林業をこれを中心とした、産学官の連携によって、持続可能な地域社会の構築と、そのためにも多様な人材、またアイデア、また研究、そうしたものが集約できて、まあ、イノベーションを起こしていける、まあ、そうした施設にしたいという考えであります。で、今日から1月24日から、この専用施設への入居者の募集を始めてまいります。で募集期間については今日から2月の10日までということでございまして、で利用料金については資料の添付資料の通りであります。で、まあ、応募者の中から書類の審査、それからヒアリング審査、これを経まして3月の上旬には入居者を決定をしたいと。決定すれば入居者については今年の4月の上旬からの入居が可能となるということであります。農林業、それから食品、木材産業関係、こうしたことに新たなビジネスチャンスがありますし、また商品開発にも意欲のあるという方々を募集をしているところであります。まあ、今すでに何社かからの問い合わせ、また希望というものもありますので、そうした皆さんも含めてこれから全国からそうした募集をかけながら、私たちの希望にかなった皆さんに入居をしていただいて、新しい取り組みをしてもらうということで始まってまいります。それからマイナンバーカードでありますが、国の方では、今年の年度末、3月末までに、ほぼ全ての国民がマイナンバーカードを取得するというようなことを考えておりまして、いなしても昨年の12月をマイナンバーカードの普及促進強化月間、これに位置づけまして、申請と交付の窓口で、人も時間も大幅に増やして開設をしてまいりました。で12月の強化月間の結果を踏まえまして、伊那市の現在のマイナンバーカードの普及率について、ご報告を申し上げたいと思います。詳細については資料をご覧いただきまして、伊那市の状況でありますが、12月末現在不備分を除いて、除いた申請率2でありますが、これで 60.5%、 交付率で 52.7% になっております。で国のデジタル田園都市国家構想の交付金の一部については、申請率の2、これが11月末の全国のマイナンバーカード交付率 53.9%、 これを上回っていることが、交付金申請の要件となっておりまして、伊那市は11月末現在で 55.1% と 53.9% を超えておりますので、なんとか申請要件をクリアしたということであります。それから強化月間の12月の申請件数、これが3641件ございまして、交付件数は3151件で、ともに過去最高の数値でありました。で、伊那市のマイナンバーカードの強化月間、これが相当効果を上げたというふうに見ております。で、国が実施をしております最大2万円相当のマイナポイント、このキャンペーンの取得期限、これは昨年の12月末でありましたが、今年の2月まで延期をされました。で、このことを受けまして、伊那市ではこの1月につきましても、12月と同様に申請と交付の窓口を強化をして、カードの普及に努めてまいりたいという考えであります。
で、まあ、マイナンバーカードの取得についてはあくまで個人の自由とは言いますけれども、まだあのカードをお持ちでない方につきましてはカードの取得についてご検討をぜひお願いをしたいと思います。またあのカードが市役所に届いておりまして、まだ受け取りに来られていない方、まあ、たくさんおりますので、市役所の窓口にお越しになって受け取っていただくようにお願いをしたいと思います。で、今の傾向を分析しますと、特に若年層の交付率が平均以下でありますので、今後の若年層の皆さんへの周知を図ってまいりたいというふうに思います。次に LED に関しましてであります。一般家庭の照明、LED 化の支援事業でありますが、これは昨年の11月の記者会見でお知らせをしましたけれども、まあ、昨年の12月から一般家庭における照明の LED 化、これに要する経費の一部の補助を開始をしております。で、これは伊那市の環境基本計画の重点プロジェクトであります田舎から減らそう CO2、 この取り組みの一環としまして省エネルギーを進める取り組みであります。で、まあ、地球温暖化の防止、これに合わせて家計の電気料金などのエネルギーに関わる費用の負担軽減、こうしたものも図ってまいりたいというふうに思っている事業であります。で、申請受付を開始をしてからおおむね2ヶ月が経過をしまして、約580世帯の方がこの補助金を活用をして LED の照明に交換をしていただいております。で、申請期間が残り1ヶ月でありますので、まだ十分申請することができますので、引き続いて多くの市民の皆さんにこの制度を活用していただきたいというふうに思います。まあ、申請方法またについては購入前に伊那市役所へ連絡をしていただいて、まあ、受付をした後対象製品を購入をしていただくと、でその後交付申請を提出をいただいて補助金額の決定を経てから請求書によっての補助金のお支払いということになります。まあ、事業の内容についてはまあ改めて申し上げますと、昨年の12月の1日から今年の2月の28日まで、この3ヶ月間でありまして、 LED の電球、それから LED のシーリングライト、こうしたものが対象製品となります。で、交付率については購入費用の2分の1、上限が2万円ということでありますので、これは電力、省電力化、それから家計の電気量の削減、こうしたことにも直結しますので、ぜひとも進めてもらいたいということで、それから購入先はですね、市内の販売店からの購入でありますので、まあ、電気店であればどこでも OK ということであります。で、ちなみに LED の照明への変換、交換による効果というものは、まあ、消費電力というのは 40% から 90% 程度削減できると。で、それからそれに伴っての電気料金、あるいは二酸化炭素の排出量、これも 40% から 90% を削減できるというふうに言われておりますので、まあ、重ねて、LED 化推進に協力をお願いをしたいというふうに思います。それから次の情報提供でありますが、伊那公園に、まあ、大型といいますか、今回中型でしょうか、複合遊具を設置をいたしました。昨年は鳩吹公園に大型の、公園の遊具、複合遊具を設置をしましたけれども、次に伊那公園ということであります。で、今後については伊那公園の次、灰原河川敷公園、それから、春日公園、こうしたところに設置をしていくという計画であります。で、まあ、事業費については1000万強であります。で、これは防災
安全社会資本整備総合交付金というものを使って、約半額の500万、それから防災減災国土強靭化の事業債を使って、これも約半額の500万と。で、一般財源については60万程度でありまして、国の交付金を上手に活用をして、設置をしていくというものであります。で、稲川公園の今度設置をした遊具でありますが、これは幼児用の複合遊具、3歳から6歳、それから児童用ということで6歳から12歳向け、これは一つに融合した遊具でありまして、複数の子どもに対して一人の保護者でも目が届くということが特徴であります。で、この遊具については稲公園の桜をモチーフとしているようでありまして、稲公園の桜は一番上の屋根だね、屋根のところに桜が見えるというようなことであります。で、他にも滑り台も3種類あったり、また多種の遊具を複合しておりますので、たくさんのお子さんに楽しんでいただくことができるかと思います。で、また現在作業を進めております、先ほど言いました春日公園と、それから灰原の三部川の灰原河川公園、ここにおいても整備をしておりますので、これが完成すると伊那市内の公園に4カ所大型中型の遊具が設置されるということであります。で、灰原河川公園の遊具については障害者とかも使えると、何だっけあれ、障害の遊具に関わらず、どんな皆さんも楽しんでもらえるようなインクルーシブル、インクルーシブルか、はい、インクルーシブル遊具ということであります。門吹公園についても本当にたくさんの子どもたち親子で遊んでいるということを見るにつけて、これから市内の4つの公園が子どもたちの声であふれるということを期待をしたいと思います。次にですね、これまた日本で初めてのようでありますが、日本デジタル配信ということで、田舎で暮らそう移住の先に見えるものという、こうした番組が、放送をされるということであります。1月の28日であります。で、これは全国のケーブルテレビの事業者と BSCS のデジタル放送の事業者、それからケーブル 4K 放送、こうしたもので配信をするということで、これは日本デジタル配信株式会社、ここが初めて全国向けに移住定住というものをテーマにした番組を制作するということで、この第1弾の放送、1月28日、これが伊那市が紹介されるということであります。で、この伊那市が選ばれた理由というのは、スマウト、カヤック社でありますが、スマウトで移住アワード、この中で人気の移住地域全国第1位ということで、選ばれました。これは株式会社カヤックが運営をする移住関係人口促進のマッチングサービスというものでありまして、ここで第1位にランキングされたり、またその他にも移住フェアとか、伊那小学校、伊那西小学校、あるいは高遠北小学校、入山小学校、こうした学校見学のツアー、加えてオンラインセミナーなど、積極的な移住定住の取り組みを行って、さらにその発信、魅力の発信を行っているということが注目をされたようであります。で、この番組では女優の紺野美沙子さん、最近日地域居住で結構注目されておりまして、石川県の氷見市に住みながら、東京と氷見を往復をしながら活躍をしている、活動している女優さんでありますが、この紺野美沙子さんと、それからちょっと私よく知らないんですけど、タレントの王林さん
という方のナレーションによって、まあ、伊那の風景あるいは人々の営み、農林業、それから子育て、こうしたものは30分にわたって紹介をされるわけであります。で、まあ、たくさんの市民の皆さんが登場してまいります。協力をしてもらったり、また伊那ケーブルテレビの協力のもとで番組が制作をされました。まあ、今後この番組も伊那市の移住定住の紹介とか魅力発信をする映像としても活用していきたいと思います。で、番組名は先ほどちょっと触れましたけれども、田舎で暮らそう、移住の先に見えるもの、長野県伊那市よりというもので、放送日時が1月28日の土曜日夜10時からになります。で、伊那ケーブルテレビのエリア内では2月の下旬以降ということで予定を放送予定がされているようであります。放送チャンネルはケーブル 4K などでありまして、約200万世帯の方が視聴ができるということであります。番組の構成をちょっとお話をさせてもらいますと、伊那市の紹介、まあ、景色、景観、それから食、それから移住者がたくさんいますので、移住者のインタビューとか、地域との交流、また移住定住相談窓口の紹介とかですね、伊那市の農林業、子育て、教育、産業、食、まあ、町づくり、まあ、そうしたものが番組の構成の中に登場すると。で、番組の出演者とか協力者、これは地域おこし協力隊の皆さんとか、まあ、移住をされて高遠にお住まいの方、最近大阪から移住をしてきた IT 関係の、社長さん、あるいは移住をしても長いんですけども、通り町の平賀さんとかですね、で50年の森ビジョンの民間のサポート団体としての伊那市緑な委員会、あるいは伊那西小学校について、伊那西地区を考える会とかですね、食堂の倉部さんとか砂野さんとか、また伊那市の地域創造課の移住定住相談窓口、長谷の道の駅とか、まあ、いろいろな皆さんがこれに登場するようでありますので、ぜひまたご覧をいただきながら、さらにまたその移住が進むように、私たちも努力をしてまいりたいと思います。それから2月の主な行事等についてお話をさせてもらいますと、まず今週の日曜日であります1月29日古文書保存活用事業のシンポジウムというものを、市役所1階の多目的ホールで行います。で、まあ、伊那市は今までハード面、まあ、いろいろな施設を作ったり道路を作ったりいろいろなことを取り組みをしているんですが、一方では、このソフト面でも、まあ、地道にやってきております。で、特に今進めているのが市史の編纂であります。本当に100年事業という位置づけでやっているんですが、伊那市史、合併した後の伊那市史の編纂、これを進めていたり、また高遠地区の研究センターを作って高遠地区の研究を進めていたりということに加えて、で、私も前々から進めたかったのは古文書の研究であります。で、古文書っていうのはやはりこう古い文字、特徴のある文字を時代によって変わってきているものを、これ読み解く、まあ、こうした人材育成というのは今まで、求められてまたやってきたんですが、でこれだけではやはりこう膨大な量の古文書の解析というかはできませんので、 AI を使ったでこの古文書、これを進めようということで、あります。で、これは伊那市に、さまざまな分野で協力をしていただいております、神話コントロールズ、ここの会社の社長さん、昨年変わったんですけども、この社長さんが実は慶応大学とか東京大学で、
古文書の研究、AI を使った古文書の研究をしているという、本当に私にとってみると、渡りに船のような方が、伊那にゆかりを持ってもらったことによって、この古文書をこれから積極的に読み解いたり、また知的な遊びとしての古文書の位置づけ、こうしたことをやっていこうということで、多目的ホールで行います。この山本さんという社長さんなんですけども、お若い方で、よく歴史番組に出てくる磯田なんとかさんという、なんとか文さん、結構有名な磯田さん、あの方と一緒にやってたようでありますので、またいつの日か、明日磯田さんのような方もお呼びしながらできればいいかなと思っております。で、これテーマとしては読んで知って未来に生かすということであります。それから伊那市民体育祭についてはフットサルが行われたり、また2月の1日には伊那公園の複合遊具のオープニング、これを10時30分から行います。それから2月の11日だるま市、この3年間できなかっただるま市でありますが、人手をコロナ対策をしっかりしながらということで、保護寺神社、また参道脇でだるまを売るというだるま市が始まります。で、市民体育祭のスキー競技が2月の12日、それからですね、3月の18日でありますが、駅伝の前の日であります。で、三井住友海上文化財団、これは三井海上の外郭でありますけれども、ときめくひととき第925回ということで、西沢稲瀬ホールにおいて、開催がされます。これなんだ、音楽だっけ。先日の向こう側へという日本音楽コンクールから生まれたベストなアーティストの音楽コンクール。なんか資料あるのこれ。司法か。ああ、はい、はい。司法何ページなの。20ページ、はい、この左上ですね。ここにときめくひととき925回と。ということで、開催をされます。それから翌日が春の高校稲駅伝、10時女子スタート、午後0時10分男子スタートということで、今年もたくさんの学校が参加されてくるのかな。募集はもうかけてるの？まだか。わからない。してる。それからですね、3月の25日でありますが、今年の桜祭りに合わせて、高遠美術館で、個展を行います。片岡鶴太郎さんの個展で、それに先立って3月25日土曜日の10時から片岡鶴太郎さんの講演会ということで、高遠美術館で予定をしております。あと障害学習センターでの、催し物、フルートアンサンブルのコンサート、それから平沢真紀さんのピアノリサイタル、ファンタジーミュージカル、スプリングコンサート、今年はもう16回目になります。で、先ほどの三井住友海上文化財団のものと、あと人形劇場、こうしたことでこれから多くのイベントが開かれますので、たくさんの市民の皆さんにご参考いただければと思います。それから今創造館でやっております、これから始まるのか、特別展、稲田に昆虫食博おかわり、リターンズじゃないんだ、リターンズの次か。そうですね、それのおかわり、また好評に、昆虫食が非常に好評のようでありまして、好評というのは注目を浴びているということで、前の一般質問の中でも昆虫食の
なんだ発祥の地かで、まあ、聖地がいいんじゃないかという話をしたんですが、やはりあの、まあ、館長も同じ考えで、昆虫食が、まあ、世界的に食料なんだから、それに代わるものが昆虫食だという流れは分からないでもないんだけれど、この稲田の昆虫食の文化というのは その範囲にとどまっているわけではなくて、やはりこう持続可能な取り組み、昆虫を絶やさない取り組み、それから昆虫を追いかけながら、楽しむ取り組みだとか、いろいろなものがあるので、そうしたことを伊那市としては発信をしていきたいなっていうようなことを言っておりました。あの特にあの昆虫食で もう絶賛されるうまさと言われております、あのトッコ虫という、ナラの木を割ると中に出てくる、これがなかなか手に入れないんだけども、まあ、こうしたものも、もっと知ってもらうべきかなとか、で蚕のさなぎも糸を取った後のさなぎではなくて、糸を取る前のさなぎの成分が非常に高いものがあったり、またそれも非常においしいという話も聞いておりますし、まあ、新しいその何かこうものができるんじゃないかというようなこととか、まあ、この昆虫食、稲田における昆虫食の歴史と、それからその関わり、人々の関わりとか、でこれからの時代のその活用だとかですね、そうしたものをしっかりとこうなんかまとめて発信をしていきたいという話もありますので、まあ、このおかわりの中でまたそんな話も出るかもしれません。それと高遠美術館関係においては、池上秋穂、これ150年ですね、生誕150年か、ね、没後じゃないよね、生誕だね、生誕150年ということで、作家たちが見た四季、池上秋穂と共同作家ということで、池上秋穂だけではなくて、なんだ、戸之内美章とかいろんな人が出るってことかよ。竹内徹先生もいるんだね。あ、江崎康平さんのもあるんだ。まあ、いろいろあの皆さんの作品が展示をされるようであります。で、それから高遠美術館では3月の4日から5月の14日まで、片岡鶴太郎さんの心の音色その世界ということで、展示を行います。あとギャラリー、高遠美術館のギャラリーでは、高校生の卒業制作展というものも行っております。最後に見晴らしファームでありますが、いちご狩り、これが始まるということで、これ値上がりしたのか、1月から入園料をちょっと値上がりをさせていただくということなんだね、うん、まあ燃料の高騰とかもいろいろあるんでしょうけど、まあ、こうしたあの見晴らしファームもいよいよお客さんを迎えながらということになります。はい、じゃあ私からは以上であります。それではあの、質疑の方へ入らせていただきます。お名前社名の後ご質問をお願いします。品川新聞の関と申します。どうぞ、ありますよろしくお願いします。あの2点ございまして、あの一つ冒頭であの秘書さんの国際ダムの両方活動をあの1月に実施、それから2月に入ってからあの国交省さんの方にあの行うというふうに、これは規制の明解としてあのされるかと思うんですけれども、認識としてはその国の方で天竜川水系 の河川整備便利の見直しというのが検討されている中で、その中でやっぱりきちっとこう国際ダムというのを位置づけて、計画を進めてほしいというような、あそういう局面でこういくというような理解でよろしいですか。今まで河川整備計画があったんですけど、その前段として、まあ基本計画、このところから見直しを国の方ではすると
いうことでありますので、もうその作業が、まあ、始まったのかな、あのかなり、急ピッチでやっているようでありますので、この基本計画が基本方針ができて、その後河川整備計画とか流域委員会を開いたりということになっていくと思います。で、まあ、その中で、まあ、昨今の、まあ、気候変動だとか今後の予測だとか、そうしたものを踏まえて、まあ、ダムが必要 だろうと、まあ、だとでとあれば、そのダムの規模はどの程度が必要なのかとか、まあ、そうしたあの理論的なとあのアプローチをしながら進めていくんじゃないかと思います。まあ、今まではあの河川整備計画というものに基づいてやってはいたんですけど、やはりそれがあの以前の考えの中で進められておりましたので、やっぱり気候変動の激甚化というのは、比べようないぐらい変わっておりますので、その一番の元からもう一回基本方針として見直すというところのようですね。もう一点ですか、あの今日の議題のことはちょっと外れるんですけれども、あのやっぱ岸田首相がですね、あの新型コロナあの感染症法上の位置づけをあの5類にこう引き下げるというのはあの表明されてますけれども、あのコロナも3年ぐらいですか、経ちまして、いろいろあの対応も変化があったりとか、我々国民 の意識の変化というのもあるのかなと。でその一方で強い変化が出た時の懸念とかいろいろあったと思うんですけれども、この5類の引き下げの関係、市長さんはどんなふうに捉えていらっしゃいますか。まあ、見方によって歓迎する部分もあれば心配する部分もあるのかなと思うんですよね。まあ、ただ国の方でこういう方針を出して5類っていうのになれば、まあ、それに沿ったもう社会がもう一回こう、まあ、練り直しになってくるんでしょうけど、その今おっしゃったように今までない変異株が出た時ですよね。これはまあ心配をする部分ですね。まあ、だいぶ変わるんでしょうけど、ちょっと何とも私の段階では分からないですね。はい、他にご質問がございましたらお願いいたします。ご質問もよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それではあの次回でございますけれども、2月の17日の、金曜日、午前11時から、こちらの常務室で予定しておりますので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、定例記者会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。